で少し上がりを持ちます。左に進路を取ってそのボールが流れて、さあ岩手のカウンター、橋本が運ぶ、中央に通してきた、松流れてきてシュートに行った、もう一度シュートだー、決まりました。シラ決めました。少し下がった位置にモルラと、そして小谷の2人が待ち構えています。ストレート系のボール、ヘディング決まったさあ岸田だ、どうだ、ビクトルが立ちかたがりますが、富澤をかわした。さあこれはチャンスになります。落ち着いて決めてきました。ボレラとかボールを奪ったところでスマイルがかなりプレッシャーをかけます。裏に抜け出したのは小谷です。1対1の状況、小谷の左足のシュート。さあ橋本ダイレクトで岸田の前、岸田もう一度シュート、決まりました。橋本さあどこに合わせるか、ここは岸田の前、小谷のシュート、宮市のクロス上げてシュート。さあ遠目でしょうか、ニアかファーストセンゴ、ヘディングゴール。斜めのボール鹿間に入る。さあ鹿間1対1を仕掛ける、縦に仕掛けてクロスボール、ヘディングブター。これだと岩手カウンターの形、岩手遅らせる熊本、左足その前に前半しっかりと守って攻撃につなげたいところですが、最後藤井ヘディング、シュートは京都。さあまたしても後藤のキック、ヘディング決まりました。ゴールに向かっていくようなボールが流れて、ムタの前押し込めるか、シュート決まった。遠いから長いボール、高さがある宮市、中野から小谷のシュート。前、大きなボール、ムタのところ、入った。不要な局面を迎える PK です。決めました。さあここは中野からクロス、モレラと決まった。決めました、先制は岩手。今右には大泉、中野、ブレンデル、ちょっと遅れたか、折り返したボールに、最後適応する形になります。ボレラとだ、ボレラと折り返していく、来た、追加点。左中村大輔ダイレクトで上げる、藤井のシュート、フリーダムだ。までしっかりとこらえなければなりません。ブレンデル前を向いた、ブレンデルのクロス、ヘディング飛び込んだ。もう一度攻撃を組み立て直します。嫁坂前を向く、縦パス、モレラと抜け出す、中央ブレンデル、モレラとのクロス、バーサイドヘッド、有永。ここはヘリングシュート、対戦でのボールを受けていますからね。加藤、中に入ってきた、シュート決まった。PK での得点になるんでしょうか。決めました、ブレンネル。確かにドリブルで仕掛ける、ここで落としてシュート、小谷作ることができるでしょうか。モレラと、さあ利き足は左足なんですが、右足で入れてきた。ブレンデルの PK、 ブレンデルが決めました。岩手追加点、これで2対0です。中村浮かせてブレンデル、ブレンデルヒール、中野のクロスにモレラ、後ろから来た、有永。
脇本がドリブルで運ぶ。脇本、左ブレンネル、左ブレンネルにボールが出た。ブレンネルどうするか。カットインから右足決めた。4点目。ここはショートコーナーになった。ちょっと長い位置を蹴ってきましたが、もう一度中に入れてきた。ヘディングオールボールになりました。さあ左のワイドから抜き切らずに上げたクロス、シュートだ。さあこれがブレンネに渡るシュート。キーパー正面押し込んだ。